こんにちは、手島春子です。今日はイタリアのリチャード・ジノリの食器をご紹介いたします。まずは白い食器をここに集合させました。こちらのカポデモンテとこちらがアンティコ、それ以外はすべてベッキオホワイトです。まずカポデモンテのお皿からご紹介です。こちらは神話に出てくる神々のお話がこうして絵になっているようです。こちらはここに小さい天使がいてとても可愛いです。こちらもこちらも天使がいて中が神々ですね。こちらがアンティコです。生地が厚いのでスープなど冷めにくいです。薄くこういう模様があります。こちらも少し大きいものと少し小さいものです。こちらも少し深いから何かこうスープのようなものも入ります。こちらはキー方は26センチほどあります。でこちらが24センチです。これは普通 の、 あのお料理を入れるのにすごく使いやすいです。次はこちらがスープ皿です。これも少し深いので使いやすいです。そして小さい方は周りが大きいものよりも凸凹がちょっと可愛いです。今場所の関係で1枚ずつしか出していませんが、全部6枚ぐらいはあります。だから実際に使っています。こちらはピクルス皿です。お菓子を入れたりもします。こちらはベッキオホワイトのシェル型というものです。こちらは周りにベッキオホワイトのその地紋があります。中はつるんとしているので日本のご飯を入れる お茶碗として使えます。こちらはサラダボウルですが、こちらは中に模様があって、先ほどのこのお茶碗は外側に模様があって、こちらは中に模様があって、それからサラダボウルのちょっと小型です。
るから、これは呪文があるお小皿で、こちらは全く呪文がないお小皿なんですが、地のりのものです。こちらはバターケースです。かぼちゃの持ち手です。こちらは四角いお皿です。もう平らな感じで、なんかお刺身とかのせるのにちょうど良さそうです。こちらはスープのカップとソーサーです。こちらはモーニングカップです。カップもソーサーもすごく大きいです。これはティーポットの一人用くらいに小さいものです。こちらは 5,6 人用のティーポットです。奥にあるこちらがコンポートです。フルーツなど置くのにちょうどいいです。奥にある四角いボールはスクエアボールの大きいものです。サラダなどを入れたり、フルーツポンチを入れたりするのにちょうどいいです。では白い食器は以上です。